今年初後楽園の第1試合なのでオープニングから勝ってその初の後楽園を盛り上げていきたいと思います。安かったなってなんだよこのカードなう外人3人呼んだってここに全部密集してるじゃねえか。木村京子以外全部私だ。外人まあいいよ。外人ね、こっちの味方の外人が酒好きだといいな。そんぐらいかな。まあスターダムならではのねカードだっていうことで。いやもう未知数だろこれ。未知数のカード。いやこの4周年記念大会で外人グループファイヤーって感じなんだけど、この中で未知数だからこそ面白いものを私だからこそやってやるよ。木村モンスター軍とはねいろいろあったし、流血とかまあいろいろあったから、まあ大変な試合にもなりそうだし、未知数だから面白い。この試合私が面白くしてみせる。てめえら楽しみにしとけよ。以上。このままどう思ってるか知らんけど、これはうちにとっていいチャンスと思ってるし、チームワークなんてないし、これは葉月レオが勝って小熊のいいところを出させないようにして、小熊より目立ってこの試合を決めたいなって思います。あなたのハートにベアハック、小熊です。後楽園で葉月と組む羽目になりましたが、私は匠さんしか頭にないんで、匠さんに勝つことしか考えてないので、まあ、ここで勝って次はまたハイスピードに挑戦できるようつなげていきたいと思ってます。よろしくお願いします。第2代6代ハイスピードチャンピオンだった米山香織です。もうねあと2週間後もう待ちきれなくて、私の子供ハイスピードもう今から試合をしたいぐらいなんですけど、まあねあと2週間あるのでそこは我慢して、後楽園当日はもうハイスピード決着を狙っていきたいと思います。はい、第8代ハイスピードチャンピオンの試合ようです。私は常々この米山香織選手とですねこのハイスピードをかけて戦いたいとずっと言っていたんですけれども、それがこのスターダム4周年記念大会という、素晴らしい舞台に決まってまず嬉しく思ってます。ハイスピード決着でみたいなことを米山さんおっしゃってたので、まあ、そこも含めて受けて立ってやりたいと思いますね。ハイスピード決着面白いと思います。ノンストップで動いて必ず応援します。応援よろしくお願いします。あーうおー興奮してきた。もう早くもう今からね試合したいねと思ってさ、今日は果たし状持ってきたぞ。もういいじゃん、ここさ浜松町のプロレス道場はスターダムの道場でもあるんだよ。このリング使い放題だから、今からここでプレハイスピード選手権だね。はい、じゃあはい、これどかして、このまま、ここ辿ってもらってもいい。いやーおだやろおだいやーおだやろうわーぶっぽーちー行くぞーだーはい、つけたうわーおーおー撮影白いベルトを取って3度目の防衛戦になります。まだ決定戦では
1回戦目で、北条海里と戦って自分が勝ちました。なので今回も自分が勝つことは間違いないと思います。普段は、高橋奈々の陰に隠れて好き勝手やっているようですけども、シングルマッチで逃げ場がないということで北条海里実力がボロが出てしまうんじゃないかなと思っています。自分が勝って防衛記録を伸ばしていきたいと思います。感情だけじゃ勝てないっていうことを教えてあげたいと思います。高橋奈々2015年は大混戦に出たいと思い、まずその最初として赤いベルトに挑戦します。私が初代王者として歴史を築いたという自負もありますし、スターダム4周年記念日という絶好の機会なので、私は勝負に出たいと思っています。よしことはここ最近、試合の結果が3回連続で引き分けています。なのでその意味では決着戦になると思います。よしこが赤いベルトの王者としてふさわしいのか、それはこの試合で結果としてよく現れると思うし、自分はこの集大成としてしっかりこの試合に臨みたいと思っています。1年10ヶ月ぶりに高橋奈々江が赤いベルトの王者として返り咲くところをぜひ見届けに来てください。よろしくお願いします。はい、第4代ワールドオブスタドムチャンピオン、よしこ21歳です。前回の後楽園ホールでは赤井咲相手に防衛戦したんですけど、正直言って物足りない、そういう気持ちがありました。今回は高橋奈々江が相手ということで、高橋奈々江も言ってるんですけど、ここ最近引き分けが続いて自分もモヤモヤした気持ちがあります。でも自分がこの赤いベルトのチャンピオンになって倒したい相手といったら自分の中では高橋奈々江でしょう。自分はこの赤いベルトのチャンピオンになって高橋奈々江の挑戦を受けるわけですけども、高橋奈々江には自分の踏み台になってもらうつもりでいるんで、自分は必ずこの赤いベルトを防衛するんで、そこのとこよろしく。高橋選手は今集大成という言葉が出てきましたけれども、それはどんな思いから集大成という言葉が出てきたんでしょうか。やはり私今年19周年目を迎えるんですけど、自分の中ではもう何歳になっても進化していけると思っているんですけど、やっぱりそう何度も後楽園という舞台のメインに立てないって去年本当に思ったんですよ。で、12月23日スターダムの最終戦でタッグでメインのリングに立って、またここに立ち続けるためにはどうしたらいいっていうふうに考えて、でまず初っ端で1月で、ベルトを巻くことが、今年はスターダム12回後楽園やりますけれども、赤いベルトのチャンピオンになることがその道につながると思ったんですけど、よしことはさっきも言ったんですけど3回連続で引き分けてて、負けてないですけど勝ててないんですよ。だから自分が負けるっていう姿は想像してないんですけど、やっぱり一戦一戦がすごく自分の中で大きくなっていますし、赤いベルトに挑戦するっていうのはもう次があるとは思ってないです。自分がもう巻いて、それ王者としてそのまま行きたいと思いますし、負けるようだったら次があるなんて思ってないので、そういう意味で勝負だなと思ってます。よしこ選手は逆にこう高橋奈々江選手からこれがもう次あると思ってないっていう気持ちで来るって言ってましたけど、率直にどういうふうに思ってましたか。確かにこの赤いベルトの価値は上がってます。なのでもう自分もこの赤いベルトに挑戦するときすごい苦戦しましたし、そんなに簡単に何回も挑戦できるものじゃないと思うんで、逆にそうやって思ってもらう方が困ると思います。高橋選手チャンピオンになってからのよしこ選手の印象はいかがですか。赤いベルトのチャンピオンはこんなもんなのかって思ってます。こんなもんなの
どういう意味？こんなもんじゃねえよってどういうこと？8月にベルト巻いて、もう何ヶ月も経ってて。だから今年は毎年、毎月、赤いベルト防衛戦やるから。そんぐらいのことで。いや、やらせないは悪いけど、踏み台にもならない。やらせない。まあ、やらせないとか言ってますけど、自分は高橋七重はただの通過点でしかないので、まあ、向こうはどう思ってるか分かりませんけど、まあ、決着はね、後楽園ホールのリングの上でつくんで、まあ、そこで試合で決着つけたと思います。自分は必ず高橋七重から初勝利するんで、そこのとこよろしく。